タウソンはアメリカ合衆国メリーランド州南部ボルチモア軍に位置する国勢調査指定地域、市と軍が合同で所有していたアルムズハウスなど市と軍の様々な資産を分離するために厳しい交渉がいくつか起こった。一連の選挙や住民投票が行われた後の1854年2月13日、ボルチモア軍として残された大半が田園の東部、北部、 西部の新しい軍庁所在地として、タウソンが住民投票によって選ばれた。軍庁舎は2015年時点でも使われており、その様々な文館を合わせて、当初地元の建築会社、バルバーニーディクソンによって設計されていた。1年以内に完成した建物は、ハンプトン邸宅に住んでいたリッチリー家が寄付した、石灰石と大理石で作られ、 タウソンの商人グラフトンボスリーが寄付した土地に建設された。この群庁舎は1910年に拡張された。北ウィングと南ウィングは土地で知られ尊敬されていた建築会社、ボールドウィンペニントンが設計した。1926年と1958年にも拡張が行われ、平面図で見るとエッジの字の形になった。 増築された近代的ボルチモア軍庁舎ビルは1956年から新しい検証政府を入れる部屋があり、軍行政官と軍政委員会の管理と管理部、執行部の建物が1970年から1971年に古い歴史ある軍庁舎と一連の増築部の西のプラザの向かいに建てられた。古いボルチモア軍監獄は1855年に 建てられたものであり、1980年代に、街の北、ケニルワース・アベニューに建てられた近代的、ボルチモア軍高速センターで置き換えられ、さらに2010年代に増築が行われた。1850年から1874年、もう一人の著名な土地所有者、エーモス・マッシューズが150エーカーの農園を所有していた。その全体が1920年代半ばから、 ウェストタウソン、サウスランドヒルズなどの地区に開発された。ただし17エーカーの未開地のみは、ケルソーホーム法があるず、1920年代のタウソン劇場の場所、レチャーホテルは南部の旗を掲げた。北軍は1861年6月2日に町を占領する必要があると判断した。その襲撃の間に北軍は、 アディのホテルで住民から武器を押収した。地元の新聞はふざけて、タウソンのことを強固に要塞化されほとんど難航不落なタウソンタウン、市と呼び、攻撃の必要性を軽視し、決出したわら、わずか250人で、全死を占領しそのウィットから二人の老婦人を驚かせるところだったと記した。第二の戦いは1864年7月12日頃に、 国軍と南軍の間に起きた。7月10日、135名の南軍、騎兵分献隊が、フレデリック生まれのブラッドリー・ティジョンソン将軍の命令で、近くのクッキーズビルで、北のノーザンセントラル鉄道を攻撃した。ボルチモア軍生まれで戦前は、タウソン、この駅兵連隊のメンバーだった、グレン・エレンのハリー・ワリ・ウギルモア少佐が率いた。 メリーランド第一騎兵隊と第二騎兵隊がボルチモア軍とハーフォード軍を通じて戦略的な目標を攻撃した。その中にはハーフォード道路沿いの電信線を切断すること、列車に医療と北軍の将軍を捕獲すること、ジョッパで鉄道橋を破壊することが含まれていた。ギルモアの襲撃と呼ばれることになるものの後、騎兵がアディのホテルで宿営し、 兵士が休んでいる間にギルモアは友人と会った。翌日、北軍騎兵の大部隊がボルチモアから派遣され、ギルモア大襲撃に向かった。南軍の騎兵隊は勢力こそ2対1以上と負けていたが、北軍の部隊を攻撃して、これを破り、ヨーク道路を追跡して現在ボルチモア市内に入るウッドボーンアベニュー近くまで進んだ。ギルモア隊はヨーク道路を南に進んで、 コバンズまで行き、その後西に進んで、ジョンソン将軍の本体に合流した。戦後、ギルモアは1870年代に、ボルチモア市警察コミッショナーを務めた。1878年のタウソン大火で、ヨークターンパイク沿い500ブロックの大半を破壊し、推計3万8千ドルの損傷を与えた。1894年夏、タウソン水害者がエグバースベール近くの、 アルトワシキードにつながれた消火栓に木製の管を接続した。1894年11月2日、マウントワシントン電気照明電力会社と接続することで電力を受けた。20世紀の初め、タウソンはほとんど電園部の町のままだった。土地は住宅用の区画ではなく、エーカー単位で売却され続けた。住宅の大半はタウソンの町の初めから、 ある範囲にあり、セントラルアベニューの西、アレゲーニーアベニューやペンシルベニアアベニュー沿いに住宅はなく、ウェストチェサピークアベニュー回廊には家が3軒あるだけだった。1910年代、メリーランド州立市販学校がタウソンに移された。メリーランド州議会が1865年に最初の教師を育てる学校として市販学校を設立した。 この学校の公式の開校は1865年1月15日だったが、時間の経過と,とともに入学者が爆発的に増加し、施設が足りなくなった。1910年、州議会は新しいキャンパスの場所選定、予算、設計計画を監督する委員会を結成し、それがタウソンに80エーカーの土地を選定し、議会が1912年に60万ドルを手当てした。 建設は1913年に管理棟から始まり、それが現在スティーブンスホールと呼ばれている。1915年9月、スティーブンスホール、ニューウェルホール、発電設備で構成される新キャンパスで事業が始まった。この大学は何度も名称が変わり、最後は1997年にタウソン大学となった。ボルチモア市の郊外部の成長が、 第二次世界大戦後により顕著になるにつれて、タウソンの中心部でかなりのオフィス開発が行われた。1980年代と1990年代、軍庁舎近くのビクトリア町やコロニアル町の住宅の多くが解体され、オフィスや駐車場に変わった。タウソンユナイテッドメソジスト教会1839年、エプソム礼拝堂がタウソンで初のキリスト教系礼拝所となり、 その後多くの宗派が利用した。19世紀後半から20世紀初めに人口が増えると、いくつかの教会が建設された。カルバーリー・バプテスト教会、イマキュレート・コンセプション・カトリック教会、トリニティ・エピスコパル教会、第一メソージスト教会、タウソン・ジョーロ派教会だった。1950年、ガウチャー大学がタウソンプラザ、 ショッピングセンター開発のためにその敷地の一部を売却した時にエプソム礼拝堂が解体された。1958年、第1メソジスト教会はガウチャー大学から取得した土地に移転し、現在はタウソンユナイテッドメソジスト教会となっている。著作家のロバート・コストンは、タウソンの現在、歴史的イーストタウソンと呼ばれる地域で育ち、20世紀半ばに、 この地域で得意なアフリカ系アメリカ人の歴史をインタビューしたことを思い出している。私が親しむタウソン地域がメリーランド州の他の地域とは違うと考える。なぜなら国内で最大級の奴隷プランテーションに近かったからだった。ボルチモア軍からボルチモア市やその他周辺地域まで全ての資産を所有していたリッジリープランテーション。ここは私が これまでそれに相当するものを聞いたことがないほど大変得意な場所である。ボルチモア軍の修学年齢にあるアフリカ系アメリカ人の子供がすべてイーストタウソンのカーバーにある学校に入学しなければならなかった。私は今、年取ったアフリカ系アメリカ人が奴隷制度あるいは近くにあったリジリープランテーションについて話すのを避けているのは彼ら自身が 奴隷制度そのものからまだそれほど遠くに来て、いないからだと理解した。タウゾンは、北緯39度23分35秒整形76度36分34秒、北緯39.39306度整形76.60944度、39.39306-76.60944に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 領域全面積は十四点二平方マイルであり、この内陸地十四点零平方マイル、水域は零点二平方マイルで、水域率は一点零六パーセントである。タウソンはボルチモア市のすぐ北にあり、ベルトウェイの内側、同八十三号線の東、ヨーク道路沿いにある。国勢調査の領域に接するのは、西のパイクスビル、北のリューサービルとハンプトン、東のパークビル、 南のボルチモア市である。タウソンの中の主要な地区としては、アンスリー、アイドルワイルド、グリーブライア、サウスランドヒルズ、ロジャーズホジ、ストーンディー、ウィルトンデール、タウソンマナービレジ、ハントクレストエステーツ、ノルートドニーブルク、イーストタウソン、ウェストタウソンである。西にあるラクストンは、タウソンの一部と考えられることがある。誘導とは、ジョンティ・スタンスベリー博士の妻、 ユードシアにちなんで名付けられた地区である。ここには、スタンスベリーの土地があった。タウソン地域の気候は暑く湿気た夏と温暖、または冷涼な冬が特徴である。欠片の気候区分では、温暖湿潤気候であり、略号は CF である。メリーランド州公衆安全強制サービス省は、タウソンのイーストジョッパ道路三百のスイート1に、本部を置いている。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。タウソンの主要道路は以下の通りである。タウソン地域ではメリーランド州交通管理局が運行する下記のバス路線が走っている。タウソンからはボルチモア中心街とボルチモアワシントン国際空港までライトレールが運行されている。ルーサービルとホールズ道路に停車駅があり。 タウソンの中には事実上停車駅がない。タウソン大学とガウチャー大学も学生向けにバス便を運行しており、カレッジタウンシャトルは地域にいくつかの停留所がある。タウソンバイクベルトウェイは2014年6月に開通した。中心街を囲むいくつかの主要道路に自転車レーンを追加した。主要環状路はボスリーアベニュー、フェアマウントアベニュー。 ガウチャー大通りが含まれている。これら3本の道路は完全に自転車レーンが備えられた。ヒレン道路とタウソンタウン大通りを使う環状路の残りは自転車の通行が増えることを自動車運転者に知らせる標識が備えられた。この最初の建設の後、主環状路からいくつかの視線を出す計画であり、そのいくつかは南のボルチモア市の境まで伸ばすことになる。 タウソンでの鉄道は、1882年4月17日に、ボルチモアデルタ鉄道会社、あとのボルチモアニーハイ鉄道と、メリーランドペンシルベニア鉄道として再編された、会社の建設で始まった。地元で愛着をもって、マトパ鉄道と呼ばれた鉄道は、ボルチモアとペンシルベニア州ヨークとの間を運行され、途中にタウソンを通った。現在の駅は、 ヨーク道路の西、サスケハナーベニュー沿いにある。旅客列車は1954年8月31日に廃止され、タウソンを通る鉄道自体も1958年6月11日に廃止され、線路がヨーク道路を越えるところにあった高生ガーバー橋の石像兄弟のみが残った。最後の旅客列車に乗った乗客の一人は、多くの乗客が遠く、ボストンや、 ワシントン DC から訪れ、全米鉄道歴史協会の会員と共に、この歴史的な行事に参加したと語っていた。地元の歴史マニアの集団である、ヒストリック・タウソンが1999年に、西の橋台に、青銅製銘板を取り付け、タウソンの歴史で鉄道が消えた場所を記念した。ハンプトンプラザ・タウソンには、ボルチモア軍最大のショッピングセンターがあり、他にも、 人気のある場所がいくつかある。ハンプトン国定史跡はアメリカ合衆国国立公園局が運営している。この家と敷地は広大なリジリー家の敷地の中核だった。ここにはリジリー家に18世紀ジョージア町邸宅、庭園、グラウンド、当初からの石像奴隷住居がある。国立公園局は入場無料でガイドツアーを用意している。タウソンタウンセンターは ボルチモア群最大の屋内モールであり、4階建ての建物に店舗と駐車場が入り、通りを挟んだ他の店舗にも接続されている。バーンズノーブルの店舗は、ジョッパ道路の下にあり、タウソンサークルにも近い。近くには、タウソンのメインストリートである、アレゲーニーアベニューもあり、様々な飲食店もある。新しい屋外型モールのタウソンスクエアは2014年に完成し、 10月にオープンとなった。ショップスワットケニルワースは元ケニルワースパークとも、またケニルワースバザールとも呼ばれていた。ケニルワースドライブにある小さな屋内型モールである。タウソンプレイスは、ジョッパ道路、ガウチャー大通り、パティヒルアベニューに近い大きなショッピング地域である。誘導とサナトリウムがあった場所に建てられ、当初の誘導とプラザ、ショッピングセンターは、 モンゴメリーウォードがアンカーのオープンモールだった。1980年代に改修されて屋内型モールとなり、タウソンマーケットプレイスと改名され、さらに1998年には郊外型大型テニア店舗、レストランの集まりとして再開発された。ここには、ウォルマート、ターゲット、マーシャルズ、スポーツオーソリティ、ベッドバスビヨンドが入っている。隣には、 カルバートホールカレッジ高校がある。タウソン大学のアリーナであるタウソンセンターとスタジアムであるユニタススタジアムはどちらもタウソンタイガース運動競技チームなどが競技会場にしており、その他のイベントも開催される。2013年春にオープンしたサキュアリーナはタウソンタイガースの男女バスケットボール、女子体操、女子バレーボールが使っている。タウソン大学は タウソンの南部にある公立大学である。学生数は2万人を超えており、メリーランド州大学システムの中では第2位の大きさである。州内では最大の実業学校もあり、学生数は2500人である。1866年にメリーランド州市範学校として設立され、教師を育てた。中心街の北には、 小さな私立教養型大学のガウチャー大学がある。1885年にボルチモア女子カレッジとして設立された。タウソン高校タウソンの公共教育はボルチモア軍公共教育学区が管轄しており、ボルチモア軍教育委員会の本部も町内にある。タウソン高校が最初の中東教育学校であり、最大の高校である。 ロックヘイブン高校は1972年の開校、カーバー芸術技術センターはマグネットスクールである。町内の公立小学校は6校ある。クロムウェルバレー地域マグネットスクールは、ボルチモア軍全体から生徒を受け入れている。特殊教育を行うリッチ・ラクストン学校は、軍内のレスターズ・ダウン、オーイングス、ミルズ、パークビル、コッキーズ・ビル、 ハントバレーを含む中部の生徒を受け入れている。この学校は3歳から21歳まで発達障害、知能障害、自閉症、多重障害と判断されたものを教えると説明している。タウソンには古くから定評のある私立学校が多い。カルバートホールカレッジ高校、ロヨラブリックフィールド、コンコーディア準備学校、ノートルダム準備学校など、 中等教育レベルのものが有名である。ありがとうございます。